リンダグラットンのですね言ってることっていうのは嘘じゃないらしいんですね。デモグラフィーから見ますと左側にあるように2007年に生まれた子どもの半数が到達する年齢ってやつです。これデモグラフィーから見るとわかります。日本が一番長くて107歳です。107。これが人生100年時代というんでリンダ先生ぜひ来てくださいつって,って日本のこの100年委員会に入ってます。 でただここで重要なことはですね右側にあるように日本のお、まあ、寿命60年とか言われてた時の制度っていうのはワンパターンの人生単線型と言われてますこれは学生時代に勉強して勉強したもので仕事をしてそしてリタイアすると教わる教えるそして全部受動的にでエスカレーターに乗って最後は上がりとこれ,これでよかったんです。 これからは時代が激しく変転していくのでマルチステージ型学生時代から起業しますフィンランドの例を言いましたけれども今日本でもですね、えー、デジタルとかゲームとかああいうところは学生時代から、えー、授業を始める人が非常に多いです。もうドワンゴなんんていうのは中学生ままでで突っ込んでますね。 でそういうふうにしてですねあの本当に将来有望なやつっていうのは中学高校で分かります、えー、そこに手を突っ込んでいくと、えー、そして起業するサイバーエージェントなんかは、えー、大学出て就職するときに社長をやりたい人っていうことで聞くと、まあ、かなりの数が手を挙げるんでそこに、えー、入社証書を社長をやらせるとであの社長っって割に簡単に会社が分かれるわけです。 例えば購買という係があったら購買会社を作ってそれを一つの会社としてマネージさせるとか採用の方も一つの会社にするとかねいろいろありますよあの修繕とかそういうやつも一つの独立会社にしていくとそういうところの社長をやらしてみるとあるいは何か事業のアイデアがあったらやってもらうとこういうやり方ですね。それでえ仕事をして学び直す でまたどういう人生を生きるかを考えてそれに向いた勉強をまたするとでしまいにこれを繰り返していくと組織にとらわれない生き方ができるようになってくるということで自律的にですね学ぶということとそれからそれを生かして仕事をやっていくということを会社人生の中でやっていくとだから会社を辞める必要は全然ない会社がそういうふうにフレキシブルにやってくれればいいというこういう話ですね。 でえー、社会人が就労に生かすリカレント教育、これ真ん中のとこですね、安倍さんは60歳対象と、こういうことですから、ちょうどその真ん中の、えー、少なくとも日本政府的には空っぽのところです、はい。それから、リカレント教育が必要な理由は、先ほど一番最初に言ったように、シンギュラリティに打ち勝って、デジタルディスラプションに打ち勝つ。 時代にに淘汰されない力稼ぐ力を身につけるとこういうことですねで国別の状況を見ると明治以降工業化社会っていうのはまあ基本的には追いつき追いいいいつ越せととうううこういうことですでシングラリティに対してですね文科省がやるべきなのか経産省がやるべきなのかまあ厚生労働省がやるべきなのかということですけども今のところですね誰もやってません。<laughs> えー、だからら頼,頼りにならないと確実にですね列島世界市民ととこういうふういふになるとで北欧はさっき言ったように国を挙げてますけども、まあ、フィンランドなんかは600万人しかいないんでこうだよっていうとさっと変わるんですね。えー、フィンランドが何でですね良、あのー、くなってきたかっていうと東西冷戦のあと、えー、まあ,こうあの失業が山のように出てきてですねこれは大変だと。 でやったことはいくつかありますが、大学の英語科です。大学を英語,英語にしちゃったんですね。でご存知のようにフィンランド語っていうのは世界で最も難しい言葉の一つあの国によってみんなその最も難しいのは違います。ギリシャに行くと、えー、中国語って言いますね。で、あのフィンランドに行くとギリシャ語って言います。みんなあの世界で一番難しい言葉っていうのはこれだって言うんですけど、ヨーロッパの人はイコドオンリのはフィンランド語が一番難しいと。 理由はあれ、民族の言葉なんです。中央アジアの民族っていうのはずっと大、えー、西に動いていきましたね。で、それがトルコになって、それからフンガリーになって、それからエストニアを越えてフンランドになったわけですよ。だから言葉は基本的にですね、中央アジアの民族の言葉なんです。だからヨーロッパはロ,ローマ言語と全然違うんで、あれは難しいのは当たり前ですよね、えー。で、それを大学を英語にしちゃったと。 そうするとどういう現象が起こるかというと、ヨーロッパ中から学生が来たと。ということは英語だといろんな人が来ちゃうんです。だから大学の方が英語化することによって二ついいことが起こりました。えー、生徒のミックスがガラッと変わったと。もう一個はまあフィンランドの人たちがえ英語に触れるチャンスがあって学、学校を卒業する頃にはもう英語が非常にえ堪能になるということですね。 それから彼らが表に出てくときにコミュニケーション能力が抜群になったとまあノキアの世界化っていうのはこれが背景にあったわけです。でいずれにしても北欧というのはデンマークやフィンランドを中心に言語語を英語化してきてきます、えー。これはやっぱりあのデジタルディスラプションを学ぶと同時にそれをコミュニケートしていく力がないといけないということで、えー、ここはですね、えー、英語化すると。 実はシンガポールでも言語論争がありましたが英語にしたんですねでそれによって今シンガポールは世界中からいろんな人が集まってくると同時に李寛雄大学みたいなところには外国の人もいっぱい来るとこういうことですね。で中国の場合はですね共産党の決める教科書はあの高校まではがっちり縛ってますが大学大学院に関してはかなり自由でして。 えー、聖火大学はここと提携するとかそれからあの欧州の、えー、MBA コースなんかの合弁でもってここに書いてあるようにですね、えー、中央商学部みたいなのが結構いろんなところにあります、えー、で、そうするとさっきいい点がいくつかあるというのは一番いい点はおそらく先生が自分の国の人じゃなくてよそから呼べるということですねよそから呼んできたそういう先生がやってると こういうことです。ですからあの中国の場合にはですね、あの町別に世界化を競うそういう人材をプールする、えー、そういうのができてます。まああのそれぞれ海外から帰国した人たちが、えー、起業するためのお大きなビルを作って、えー、部屋代タダとかね、それこそ千円ぐらいというようなのがあって、えー、そういうところで人材特に帰国した人たち ウミガメって言いますけどウミガメ、えー、元の砂浜に戻ってくるっていうんでウミガメ派の人たちを養成すると,ところが、えー、首長さんの大きな仕事になってますで、これは全部違います新鮮なんかうまくいってますね、えー、まあそういうことで、えー、それからあの北京の中間村とかこれは清華大学と北京大学ですねそれから上海の交通大学とかそういうところがみんな自分たちでってやってます でこれさっき言いましたように自動車、えー、一個取ってみてもですねこれは再教育しないとどうしようもないよねと。じゃないと異業種に完全にやられてしまうと、まあ、この前孫さんと豊田昭夫さんがマース時代のどうのこうのっていうことをやってましたよね。えー、まあそういうことで、えー、この自動車業界大きく変わる銀行、えー、間違いなくもうすでに終わってると、えー、小売流通。 これもアマゾンンフェクトというふうに言われてますけどもあらゆるところでこれが出て国別インドとかえ中国なんかもですね流通網が完成する前に E コマース側が出来上がってしまったとメディアテレビこれネットフリックスなんか大きいですよねそれからホテル旅館から人材紹介世界最大の人材紹介サイトはリンクドインです今までのようにヘッドハンターじゃないんです。 えー、リンクドインでもって専門家同士がつながってましてでうちの会社はこれで終わりらしいっつったらじゃあ君うちに来ないかというようなことで実質的には SNS なんですけども、えー、世界最大のリクルーティングになってます。というようなことでですねこの業界もガラッと変わってきてきます、えー、ですから、まあ、そういう点でですね、えー このボーダーレス経済とかサイバー経済というのがもう変化して日替わりメニューになっていると。